キヌガサ丸は国際汽船のキヌガサ丸が高持船のネームシップ。日中戦争から太平洋戦争にかけて特設球団油船、特設水上規模管、特設運送船として運用された。第一次世界大戦時、鉱材不足に悩むアメリカは1917年に対日本向けの鉱材輸出を禁止する。当時、日本における造船用鋼材はアメリカからの購入に頼って、 いたので、金融措置によって、日本の海運や造船業は大打撃を受けることとなった。そこで、松方孝二郎、金子直吉、浅野総一郎の尽力により、アメリカが、完成船一重量トンあたり鉱材0.5トンを、日本に提供し、日本側はその鉱材で建造した、完成船をアメリカに引き渡すという日米線鉄、交換契約を1918年4月に締結。 これにより、日本の造船業は、アメリカ提供分、日本提供分合わせて、約100万10両トン分の貨物船を建造したが、条約締結後約半年で大船が終結し、せっかくの完成船はだぶついて、過剰潜伏状態となった。この過剰潜伏対策として設立されたのが、国策会社の国際汽船で、当初は目的通り過剰に建造をされた。 大福丸型貨物船などを中心とする船体を構成し、川崎造船所及び川崎汽船と組んで、K ラインを創設した。その後、K ラインからの離脱を経て1929年、頃から高速優秀船主義を採用し、船舶改善助成施設を活用して大幅な船室改善を図ることとなった。木野笠丸は、第二次船舶改善助成施設の適用を受けて、 川崎造船所で建造され、1936年2月28日に、竣工した。竣工後の諸女公海では、ニューヨークに向かい、ついでヨーロッパ航路に就航。しかし、1937年7月に勃発した日中戦争により、商業航海から一時離れることとなる。8月14日付で、日本海軍に徴用され、 翌8月15日に特設運送船として入籍する。1ヶ月後の9月27日付で特設水上規模艦に類別変更され、横須賀海軍交渉で所定の偽装工事を終えた後、第3艦隊付属として中国沿岸部に進出し、甲州湾上陸作戦及び南京攻略船の支援や海上封鎖行動に従事する。 やがて戦線が奥地へ移動したため水上機体の作戦もとりあえず終了し、1938年4月28日付で特設運送船に類物変更の後、1939年9月10日付で開用されて商業公開に復帰した。1941年11月4日、木野笠丸は日本海軍に再度徴用され、11月10日付で 特設運送船として入籍。11月5日から11月20日まで、日本港関鶴見造船所で、偽装工事が行われた。太平洋戦争開戦後は1942年4月までは、ミンダナオ島攻略船、アンダーマン諸島攻略船に参加。5月から6月にかけては、アリューシャン方面の戦いに転じ、キスカ島攻略船に加わった。その後は、 日本と南方各地を往復する輸送船として行動した。1943年11月16日、国際汽船が戦時統合により大阪商船に九州合併されたことにより、絹ヶ笠丸も大阪商船に移籍する昭和18年7月から運航を開始した汽船団にもしばしば加入した。1944年10月1日、絹ヶ笠丸は 日本海軍の軍事部などの要員や民間人約1000名を乗せ、非77戦団に加入して、文字を出航した。ところが10月7日夜22時頃、北緯14度37分統計115度55分、北緯14.617度統計115.917度、14.617、115.917の、 地点を航行中の日77戦団はアメリカの潜水艦ホークビルバヤ及びベクーナの3隻からなるウルフパックの攻撃を受けた。ただしベクーナは戦団との距離が遠く攻撃に間に合わなかったがホークビルは21時47分に第一撃を仕掛けることができた。その攻撃は失敗に終わるも30分後の22時24分に行われた第二撃では 浮上攻撃により、魚雷を3本発射し、内魚雷2本を大型貨物船に命中させた。バヤモホークビルの第2撃からわずか6分後の22時30分に、大型貨物船に対して、魚雷を6本発射し、内2本を命中させた。一連の攻撃により、魚雷が命中した絹サ笠丸はたちまち左に傾斜し、2度の爆発の後わずか8分で沈没した。 便乗者の犠牲は10名と少なかったが、乗組員の犠牲者は32名を数えた。1945年3月10日付で除籍及び海洋、絹笠丸の撃沈は、ホークビルとバヤの共同戦果として扱われた。なお使用目の一部数値が情報修正されているが、その理由は定かではない。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。 監督官官庁監督官 SS-366 アセスホークビルプ38から39記載時間 SS-366 アセスホークビルプ40から41記載時間 SS-318 アセスベイップ31から33記載時間ありがとうございます。